大家好，我叫スニーカン。ということで、本日も始まりました、スニーカンの、脳内。はい。本日の企画はですね、スニーカー到着レビュー。はい。ということで、本日は、日本国内2月12日発売の、ナイキユニオンコラボ第何弾かわからないんですけど、の、ダンクローをご紹介していきまーす。はい。いやー、今回のダンクローはですね、3色あるんですけど、そのうちの1色、今回発売の1色をですね、紹介していきたいと思います。この1色はですね、ユニオン限定カラーということで、後々スニーカーズやナイキ .com で発売されることはないという、もうね、ラストチャンスをね、ラストチャンス終わっちゃいましたよ、皆さん。手に入れてない方。でもですね、あと2色、かっこいいやつ、これよりもね、僕は残りの2色の方が好きなんですけど、その2色はですね、まだまだ、ユニオンで手に入れるチャンスがございますので、ユニオンでこのダンクを手に入れる方法をですね、この動画で伝えていきたいと思います。はい。ということで、まずオープニングいきましょうか。オープニングの方へ。レッツゴー！プシュッ！嬉しいよ。はい、ということでオープニングの方から戻ってまいりました。いやー嬉しいですね。今回しっかりね、27.5 を当てさせていただきました。27.5 か。はい。を当てさせていただきました。さあ、今回のこのダンクローはですね、ユニオンのコラボでパスポートパックって言うんですけども、地域限定のスニーカーと音楽を求めて各国を旅することからインスパイアされており、ニューヨーク、ロサンゼルス、東京といった3都市をモチーフに制作されたスニーカーみたいですね。まあ、こちらなんですけども。はい。いや、今回のこのピスタチオって言われるカラーはですね、2003年に EU 限定で発売されたダンクハイピスタチオが元になってるみたいですね。他の2足もですね、元ネタがあるみたいで、まあこんな感じで元ネタがあるみたいなんですね。いや、かっこいいですね。両方かっこいいんですけど、僕が一番欲しいのは、まあ順番で言うと、LA 水色ピスタチオって感じですね。はい。まあ LA 欲しいな。これ LA 渋いですね。で、今回のピスタチオはね、まあ、まあどうなんでしょうか。僕的にはあんまりっていう感じなんですけどね。はい。まあね、スニーカーレビューしていきたいと思います。はい。あ、では、まず、箱の方からいきましょうか。はい。ナイキダンクロー。ということで、27.5。ここ普通ですね。で、ロサンゼルス、ナイキ、まあな、もうちょいわからんな。これ、まあ、ユニオン LA ってことなんですかね。で、これ、パスポートのチケット。空港カウンターでもらうやつですね、これ。空港カウンターでもらうやつやな。はい。書いてるわ。あー、懐かしいな。最近ね、コロナで行けないんで、いろんなとこ。で、ここには、フロントマンとね、ナイキがコラボしてます。はい。じゃあ、中身開けていきましょうか。まず、包装紙から違う。ちょっと包装紙出していきます。包装紙はこんな感じですね。はい、もう、あれですね。パスポートのハンコ押すとかや。最近はパスポートにハンコも押してもらえなくなったみたいなんですけど。どうですか？はい。包装紙はこれが1枚入っておりまーす。はい。じゃあ、肝心のダンク。いっちゃうか。では、ユニオン LA 見ていきたいと思います。まず、こちらがね、ナイキと左上のナイキ UN。タグですね。キャリーバッグにチェックインの際につけるタグをイメージしてるみたいな感じですね。ここにナイキコラボレーション with ユニオン。かっこいいですね。ユニオンとのコラボはですね、いつもかっこいいイメージがありますね。まあこの色もかっこいいということで、ちょっとこれはここに置いて。さあ来ました。全貌がこんな感じでございます。まず細部から見ていくと、ここがですね、ナイロンを元のレザーの上から被せたみたいな遊び心満載のね、これ多分切ったらいつものレザーが出てくると思うんです、ナイキの。でユニオンのピスタグで、こっちにはナイキユニオン LA ですね。ここ見てください。ここあえてね、ちょんちょんって出してるような、またこれもヴィンテージって言うんかな、なんやろ、あえてこういうことをしてるみたいな。僕最初不良品かなと思って切ったろうかな思ったんですけど、これ切ったらダメですね。で、ここでヒール部分には、ユニオンのフロントマンっていうかな、これね、
いいですね。頭の輪っかは何なんでしょうか。そして後ろの部分いきます。お尻はですね、こんな感じで、ナイキですね。ここはちょっと素材が違うんですね。でここもおそらく外したら中から皮が出てくると思われます。中のスーシュもピカピカでございます。ここもね、中もしっかり不良品みたいなやつが出てるんですけど、まあ、あえてみたいな手法なんでしょうね。そしてアウトソールの方はですね、これ分かりにくいんですけど、光を当てるとちょっと分かりやすいんかな、暗くすると分かりやすいんかな。ここにフロントマンが入ってますね。分かりますか、フロントマンが入ってます。はい、さあこんな超絶かっこいい一足なんですけども、そしてクリアソールですね。クリアソール、そんなこんな超絶かっこいいユニオンコラボはですね、おそらく最初の取引が6万円ぐらいだったんですけど、今はだんだん落ちてきて4万5万あたりで買えるようになっております。さあ皆さんどうでしょうか、どうですか、このカラーリングかっこいいですけど、僕は、次第2弾第3弾で待ち受けてる LA カラーをですねバッチリ狙っていきたいと思います。はい、カメラ僕に戻ります。はい、ということで、戻ってまいりました。はい、さあここから本題の次回のダンク2色こちらをどう当てるかっていうのが今回の動画の本質かもしれません。まずユニオンにはこういう制度がございます。ポイント制度です。ですね、アンディとかベイトでポイントを貯めてる方はおなじみの制度かもしれませんが、全くポイントを貯めたことない人ははにゃって感じなんですよね。これはですね、とてもとても恐ろしい沼の制度やでーなんですけど、はい、これはですね、この画像を見てもらったら分かるんですけど、ブロンズ銅0ポイント、シルバー銀15ポイントから、ゴールド金30ポイントから、プラチナ謎。まあでもこの数でいくと謎は45なんでしょうけど、まあプラチナ分かるかな、あのコメントください。今回のですね、この、ポイント制度、アンディフィーデッドもベイトもポイントによって買えるスニーカーが変わってくるんですよね。でこの3社が共通する部分は5000円1ポイントなんですよ。つまり、シルバーポイントになるまで、今期間限定で10ポイントもらえるので、まあ5ポイント貯めればいいんですけど、2万5000円課金しないとダメなんです。はい、でゴールドポイントになるには30ポイント、まあちょっと10ポイント20ポイント貯めるってことは10万円課金しないとダメですね。まあね、こうやってどんどん課金をしていったらスニーカーが買えるっていうね、素晴らしい制度なんですけどね。うん、素晴らしいよ。はい、本当にまあザ資本主義みたいな考え方ですね。お金が一番、私たちに金をくれる顧客が一番という考え方なんですけど、まあまあそれにのっとって今回はこれをゲットしました。ちなみにスニーカーはですね、このランク制度でいうとシルバーランクでね、ゲットしました。おそらくね、プラチナは 100% 当たると思うんです。ゴールドもまあ大体8割9割ほぼ 100% 当たると思うんです。シルバーになってくると微妙なんですね。シルバーになってくるともうポイント争いになってくるんで、まあまあ考え方ですよね。シルバーのアカウントをたくさん作るか、まあ、ゴールドのアカウントを1つ2つ作るか、そして確実に取りに行くか、まあどっちかですね。まあシルバーランクでも全然当たるっていうことを皆さんに今日お伝えしました。さあここでポイントを貯めるか貯めないかはですね、皆さん次第なんですけど、まあでも最近ね、スニダンでも偽物フェイクがありましたよね、とかいろいろあるんで、やっぱり一次流通、スニダンとかヤフオクとかメルカリは二次流通って言うんですけど、一次流通で欲しいですよね。まあこれはもう自分で買って自分の名前の明細が入ってる 100% 本物のスニーカーちゃんなんで、まあ素晴らしいですね。さあ皆さんもですね、次のユニオン LA ポイントを貯める？ or 貯めない？はい、ということで本日の動画を終わらせていただきます。ポイントを貯めたら買います。まあ、大体5万円ぐらい課金してください。そして5万円ね、なんか欲しいものがあればいいんですけど、まあ、いらないものだったら、まあ、メルカリとかね、ちょっと1000円マイナスとかで売ると、結局、ね、うまいこといくと思います。はい。ということで、本日の動画が良いと思った方は、グッドボタンを、悪いと思った方は、バッドボタンを、そして、もっとスニーカーの脳内を見たいと思った方は、ぜひぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい。今日もね、楽しいね、スニーカーレビューでした。嬉しいな。また次回の動画で。バイバーイ。
午前0時前、素敵なホリデー、夜の街へ出かけては Stay with my friend。